今回はね、こちらですね、密かに売っている山田さんのところで買いました。山田って書いてありましたね。630円で売ってるんですね。630円税込み。山田さんというのは本当にね、山田の家電の方の山田さんは非常にですね、ポイントがたまりやすいです。 T ポイントだとか、ポンタカードね、ポンタのためにもびっくりするほどのポイントがたまりますね。いきなり10ポイントか20ポイントぐらいたまるんじゃないかな、びっくりするぐらいたまりまして、まだ山田電機さんのところは行きまして、まだ3回目ぐらいなんですけど、まあおかげでね、まあフーさんですとか、まあ今エフライトさんって名前になってますけど、エフライトさんとか、あとは山田モーターさんのおかげでね、最初はね、その人が紹介してくれなかったらば、山田電機って家電を売ってるところでしょと、そんなところに二課なんてあるんですかみたいなね。でそうするとね、非常に疑っていたんですけども、お二方がね、ありますって言ってくれましたからね、助かりまして、あったんですね。ね、行ってね、トミカとかね、ホットビールがね、売っているかなと思ったらね、ね、あれですよ、昔の、なんだっけな、トレビアじゃないですけどね、トミカとかホットビールがあるだろうと思ってね、行ってみたとかってね、そしたらね、なかったみたいなね、ことにならないかなとか、あるいはね、あれですよ、番組みたいにね、ミレニアみたいにね、ヤマダ電機にはね、トミカやホットビールが売っていますか、ファイナルアンサーみたいなね、したら店の人がうーんという顔してですね、ありますみたいなね、よかったわみたいなね、一時期渋い顔されたんで、あ、間違いなとこ来た、やっぱり間違いなとこだったのかなと思ったらね、あったんですね。でそんでしかもやはり山田さんがやっぱり言う通り、奥の方に密かに隠しておりましたね。家電が多いので奥の方に隠してあるんですね。で奥の方に隠してあったんで、かなり、奥の方に入っていかないとね、売っていないんですね。だからアマゾンで耳かを買うようなもんですよ。アマゾンっていうね、ものすごいジャングルがありまして、そこのところをね、よいしょよいしょっていう4駆でブーッと走っていかないとなかなかね、ブロンコとかハイラックスでブーッと行かないとなかなか手に入らないところがあるんですね。だからそれと同じでね、家電を売ってるよと見せかけといて、実は車を売っていましたみたいなね、ところだってびっくりしましたよね。ですから遠くの方に奥まで行かないとね、売ってないんですね。ですからそういうところが、面白いなと思うところですけども、まあ買いました。で630円安いです。だから多分おそらくトイザラスあたりだと1000円近くじゃないですかね、700円とか800円とか、まあ、そのくらいで売ってるんじゃないかなと思うんですが、まあそれに比べたら山田電機は安いですね。で、それでまあこちらの方を、ああこれかっこいいね、こういう風なものをねご紹介しました。やっとシルビア手に入りましたですね。まあ前にもシルビアのやつは持ってたことは持ってんだけど、あれはちょっとコントドリフト仕様みたいな感じで、でそれもすごくかっこよかったんですけども、まあこれはファーストスピードですかね、の映画のやつがありまして、それの、最新作じゃないかなと思うんですけど、それで登場する写真らしいですね。でそれで出てたんで、これは買っとこうと思って買っちゃいましたね。でこれは、今回ね、7台目となる新型シルビア S1 号型は、その快活コンセプトを見て乗って走ってエモーションを感じる、軽量コンパクトなスポーティークーペとしてワクワクするようなエモーションを感じる車です。5ナンバーサイズのアットブリーは四角スランとしたノーズ、ウェッジの効いた2本のキャラクターライン、サイドからリアに回り込む独特のメンズ性など速さと美しさのイメージを紹介。エアロシリーズとしては、サイルシルプロテクターやリアスポイラーの標準出力車も設定。起動方式はもちろん F1 のみ。エンジンは2リッター DOHC ターボ SR20DET と2リッター DOHC SR20DET のスーパーバージョン。ミッションはターボがクロスギアレシル新開発6速 NT と4速 AT。NA が5速 NT と4速 AT。エンジン出力アップしたターボ250馬力。NA165馬力だが ATO はマッチングのためターボ225馬力、
165馬力くらい、グレード展開はターボがスペック 1MA が、 スペック S の年齢、タコメーターをメーターパネルの内容に配置したほか、スペック R はフロントフィラーにブースト系を設置したということなんですね。でこれは、一番安い、新車当時の一番安いものとしてはスペック S G パッケージ、これが188万円ですね。で一番高いものでも、スペック R エアロが、これが、あ、スペック R よりもっと高いのだったな、スペック R エアロの電動ハイパーハイキャスパッケージっていうのがあって、これが271万5000円です。でもこれ当時としては燃費がいいと思います。リッター11、リッター8ぐらいからリッター12ぐらいまで走ります。非常に燃費としてはこの手のスポーツカーとしてはいいんじゃないかなと思います。当時のね、燃費基準でこういうスポーツ系の車って言ったら、だいたいリッターが7とか、まあ、6とか7ぐらいじゃないですかね。それがまあギリギリかなっていうところなんですが、これは8から12まで走りますから、まあ、結構燃費はね、いいんじゃないかなと思います。当時としては非常に燃費が良かったと思います。で、それの、最終型のシリコン。これなかなかね、ミニカー化されてないんですね。昔あのミニカー化されたやつを買いましたけど、それも非常にかっこよくできてるんですが、まあ、このシルビアもね、かっこよくできてます。なかなかいいですよ、このシルビア。ちゃんとあのミラーがついてます。やっぱりミニカーっていうのはね、ミラーがやっぱついた方がいいんですよ。あのミラーがね、あのついてるなんて邪道だなんて言ってる人いたんですけど、いや、やっぱりミニカーっていうのはやっぱりこだわるんだったら、やっぱりミラーをつけた方がいいなと、私的にはまあそう思いますね。で、こういうふうに、内装的にはですね、このように、なっております。で、なかなかこう、非常にね、良くて、非常にこう、かっこいいね、内装になって、内装もね、まあ、ちょっと見えにくいかもしれないんだけど、よくできてるんですね。ちゃんとシルビアの通りになっていまして、確かワールドスピードは、ホットウィール前にも白いシルビアかなんかを出していて、確かフライトさんが確かそれ紹介してましたし、ヤマダモーターさんのところも紹介してたかな、だったんですが、あの他の方も紹介してたんですが、スターミンさんも確か紹介してたような気がするんで、もし、まあ、間違ってたら申し訳ないんですが、なんですけども、まあそれが新しいものとして、別の新しいやつとして、まあ、出てきたと、いうことですね。で他には新しいものとしてはマツダの RX7 ですねとか、これはマツダの RX7 やスバルの WRX、 それからこのシビックですね、シビックが出てきましたとうとうね。でシビックってやっぱり人気がある車種なので、はいですね、もうこういうものが出てくるとですね、時期あの国の人がシビック買いたがるんですよ。ですから時期シビックを抑えておかないと、価値が高くなっちゃうかなということですね。シビック CRX 系はやっぱりあの国の人好きですからね。ですから値段がぐっと跳ね上がる恐れがあるので、まあ、売ってる時にまあ買った方がいいかなと。ただ買い占めはね、あんまり控えてくださいね。買い占めは控えてほしいんですけども、まあ、シビックは抑えておいてもいいかなという感じです。ちょっと今日はねシビックは納車できなかったんですが、まあ、後日納車しようかなと思ってるんですけどね。これが S1 号と言われる、シルビアです、ね。このシルビアもね、なかなかいいなという感じで、結構な仕上がりですよ。ミラーもちゃんとこうやってついてますしね、こういうふうに後ろのところもあってね、ワイルドスピードですって昔からあったんですけどね、ホットビデオって。あのスカイラインから始まってね、ずっと初代の時からあったんですけども、なかなか良かったんですね。あのスカイアイにしても、あのランエボにしても S2000 にしても、非常に良かったんですけども、あのでエスコートなんかもね、まだ納車してるかなと思ったんだけど、まだエスコート納車してなかったみたいなんですけど、なかなかね、あのワイルドスピード仕様のやつね、だから非常にワイルドスピード仕様のどれもみんなかっこよかったんで、あのこういうやつをねどんどん買ってこようかなというふうに思ってる。やっぱこうカスタムカーってやっぱ派手は派手なんですけど、やっぱり好きですね。私はどっちかっていうとこう、まあ、申し訳ないんだけど、ちょっと地味系の車よりは派手系の車の方がやっぱり、まあ、好きって言えば好きなんで、かといって地味な車が全く嫌いかっていうとそういうわけでもないんですけども、まあこういうあんまり派手すぎるやつもあんまり好きじゃないですけども、
まあ、こういった車もまあ自分としてはまあ好きかなというところがありますね。でシルビアのこの後ろのこのかっこよさね、前と後ろのこのかっこよさがなかなかいいですよこれね。このホイールが何とも言えない、このやっぱりこれですよホイールがね、こういうようなかっこいいホイールを履いてるっていうのがなかなかいいなと思いまして、こんな風になっててね、なかなかこのシルビアのかっこよさっていうのがね非常にいいなというふうに思います。なかなかこれミニカー化されないので、ね、多分これ人気出てくるんじゃないかなと思いますね。だから今のうち新品で売ってるうちに買っといた方がいいです。ですから後になって買おうと思ったらですね、なかったっていうからね、値段が高くなっちゃってる可能性があります。現に前にも確かホットウィールでワイルドスピード仕様のシルビアが出てた時があったんですが、それは S14 だったかな、出てたんですが、それが高くなっちゃったんですよ、あの赤いシルビアね。だからあの鑑定団の千葉のところに前に行った時にすごい値段が高くなって2000円近くぐらいで売ってましたね。元の値段が多分700、800円ぐらいだったと思うんですが、確かにまだ1年も経ってないはずなんですが2000円近くで売ってるっていう、どんだけ値段跳ね上がったのみたいなね感じなので、やっぱりシルビア系はやっぱり人気があるんですね。でシルビアの特に S13 とかは大量に作られてるけど、この S14 とか15に関してはなかなかない車種なので、これは押さえておいた方がね、あの良いと思います。だとシビックもね、無用押さえておいた方が人気が出ていいなと思いますね。ただこれでどんどんメーカーが調子に乗ってどんどん大量に作り出すと困るんですけどね。そうするとまあ価値というのが多少ガクンとちょっと下がっちゃう仕組みなので、そういう風になってるんでミニカーの業界ってのはね。ですからあの売れるのはいいんだけど、売れたからって大量に作るのはやめてほしいなというのはありますけども、いろんなシリーズ作ってね。もうこのシルビアはね、これはこれでなかなか良さがあって、うん、結構のかっこいいタイプに仕上がってるかなっていう感じですね。ただ人によっては色があんまり、こういう色はあんまり好きじゃないっていう人はもうちょっとホワイトですとか、まあ、あの赤のシルビアみたいなね、あんな感じでの方がいいんじゃないかなっていう人もいるかもしれないけど、私はこの色でもいいかなっていう、ちょっとそれこそまあ地味系の色かなっていう感じはするんだけども、まあなかなかいいなっていう感じですね。でこれほらカーボンファイバーになってるので、こうやってね、あのカーボンになってて、ここでボンネットとかこう違う色になってて、そういうところも見事に作ったって、なかなかやっぱりホットウィールはいいわな。うん、これはね、いいなって思う車の車種のね、時代でして、非常に気に入っている車種の車でもあるなといったものを印象をね、受けました。これはいいです。ちゃんと、あの昔はこうウィングつけるのが流行ってたんですね。で、そういったものもちゃんとついてるし、なかなかいいなという時代のことですね。どうもありがとうございます。